西山町は1778年から1802年の間、ベトナム市に存在した王朝。この期間の一連の出来事は西山島の乱とも呼ばれる。18世紀の大越では後霊長の皇帝が名目上のものとなり、北部は帝氏が北側国を称し、南部は広南、原市が江南国を称していた。両者は、 平原紛争と呼ばれる構想を繰り返し、国土は疲弊した。直接の抗争が落ち着いた後も、東京邸市の執権下では、地主や官僚の土地自由化が進み、遊興三昧の手へ譲り派によって農村は荒廃し、英雄元年には大飢饉が起こり反乱が相次いだ。江南国でも、京京26年の武王元福広の死後、 わずか12歳の帝王元副圧氏の殺傷となった、重複乱を中心に、官僚の不正がはびこっていた。また、高南元氏は、以前より、アユタヤ王朝の干渉を避けようとするカンボジアと隕石関係を結び、それを利用した南進政策の下で、メコンデルタに多くの植民地を築いており、京京18年には反乱鎮圧を名目に、 現在のカンボジア南部にまで勢力を伸ばしたが、景況28年に、アユタヤ王朝にとって変わった、トンブリー朝サのダーク神王は再び、カンボジアに侵攻。これにより、植民地を失った、江南国では民衆に、さらに重税を課すことになり、地方は疲弊した。現三兄弟造景況32年、西山出身の元学、元友、玄恵の三兄弟が、 摂政バリフクランの排除を掲げて、反乱を起こした。玄学の妻の宮人は、山岳民族の友枝族出身であり、反乱の初期は、多くの山岳民族が、玄学を支えた。京京34年には、木人氏を占拠さらに北上志向儀、高南から高南原氏を駆逐した。これを後期と見た、東京帝氏のテ森は軍を、 大挙なんかさせ、京京35年には、広南、原氏の本拠地不春を攻略した。西山軍は、広南で、東京帝氏と退治したが、江南原氏と帝氏の両者を敵に回すぐを避けて、帝氏に、復従の意を示し、五霊町より、江南鎮守戦部大使に任じられると、さらに南部に軍を進め、慶京京37年には、家庭に進行。 玄福惑氏ら高南玄氏の多くを殺害したが、この時に、一族の玄福栄だけは取り逃がした。帝京,京29年、玄学は、木人市の皇帝城で、西山王を名乗った。帝京,京37年に、玄福栄は、フランス人宣教師、ピニョード・ベーヌに、この玄福栄を人質として差し出すことにより火星を、頼んだ。家庭は、元福栄は一度は占領されたが、 すぐに、西山軍が脱会して、元福栄は、福岡島へ逃亡した。また元福栄は、シャムチャクリー王朝のラーマ一世から水兵二万、船三百隻の援軍を得た。メコンデルタの中国人勢力も、元福栄に味方した。安則七年十二月九日、元恵み率いる西山軍と、元福栄、シャム連合軍は、メコン川中流、ビスミタ付近の歴、 からで先陣を切った。メコン川に遡上する海水の未知日の差を読んだ作戦により翌朝にはシャム軍はほぼ壊滅。主力を失った現福栄の軍は改装した。これ以降シャムがベトナムの領土へ侵攻することを与えた。安則9年6月北に軍を向けた現恵は海運峠を越え帝氏が抑えていた不春を占拠した。 7月には、甲がデルタに進行し後、霊長の守護を宣言した。これにより、東京帝氏は内部分裂を起こし敗走した。昇竜に入場した、玄恵は皇帝健造によって玄水に任じられその救助の、はじむ玉、をめとったが、健造は、翌日に放御。孫の昭桃三角が即位したが、玄恵はこれを軽んじ、昇竜を放棄した。 安則十年四月、玄学は昇龍の昭陶三角を放置したまま、貴人で皇帝を称した。また、北平王源恵を、不春、北忠王源友を家庭に置き南帝王に封じた。安則十年七月、昭陶三角は清志に救援を求めた。権流帝の許可を得た両皇総督の孫子武氏は二十万の兵を率いて、皇がデルタに侵攻し、昭龍を占拠。 あと、霊長の回復を宣言したが、実際は、孫下武氏が実権を握った。この年に大飢饉が起こり、新軍が略奪を働いたことで、民進はあと霊長から離れた。この報告を聞いた、現恵は12月に劇文を発し、自らも皇帝を名乗り、年号を皇中とした。安則12年、皇中2年1月5日、 甲中帝の軍は昇竜に迫り、で新軍を敗走させた。孫氏、武氏の逃亡を聞いた、明と帝は、北京に亡命し、ここにあと霊長も滅んだ。西山朝時代の戦船模型無断の北伐と、皇帝の名乗りによる、現兄弟の仲たがいを知った、玄福栄は、英竜、美州を攻略し、安則11年9月には、家庭を占拠した。 安典12年、甲中2年7月、母国フランスからの支援を得ることに失敗したピニョーが、戻り、死費で、武器弾薬を購入し兵を集め、多くのフランス人がこれに応じた。現福栄は、フランス人勢力の他にも、シャムポルトガルマラッカイギリス人勢力の支援を受け、また独自に、カンボジアで兵を集めた。安典15年、甲中5年には、 西山町の艦隊が、ピニョーの傭兵艦隊に、木一置きで撃破された。高中帝は退去して、玄福栄を討伐しようとしたが出陣直前に没し、翌年には、安野理帝も没した。高中帝のこの玄光が後を継いだが、影森七年には、玄福栄が、木人市を占領。同年から宝京元年にかけて、西山町の省の鎮�用が、 玄福栄の将の武聖時等しをめぐって激しい攻防戦を展開したが、その間に玄福栄によって、甲南、海安、田、不襲を落とされた。法教2年、陳安市に軍を進めた玄福栄は、ジャン川の戦いで最後まで抵抗していたハイシハルの軍を破り、多くの将を捕虜とした。7月22日に昭流に入場した玄福栄は、 西山原子を皆殺しにし、ここに西山町は滅びた。安森邸、高中邸、影森邸、高中邸の子安森、1778年から1788年、高中、1788年から1792年、影森、1792年から1801年、宝京、1801年から1802年、 西山朝を支えた男7名の西山七子賞、女5名の西山五宝メスの名が広く知られる。ありがとうございます。